皆さんお疲れ様です。おもちゃ大好きゆうぎです。今回紹介するおもちゃはこちら、ゾイドワイルドよりワイドライガー、こちらを紹介したいと思います。今やってるアニメがゾイドワイルドゼロなんですけど、これは1個前のゾイドワイルドになるんですけど、まずはこちらから紹介しまして、で今やってるゼロの方のビーストライガーなど紹介していきますんで、で今回はこちら1名様にプレゼントしますんで、でプレゼントの方法は概要欄にプレゼントフォーム貼ってありますんで、そちらからでキーワードも最後の方に言うと思うんで、キーワードも打ってもらって応募誰でもできますんで、1名様にプレゼントします。今回もワクワクを共有できたなと思ってるんでよろしくお願いします。早速見ていきたいと思います。ゾイドワイルド、ワイルドライガー、ライオン種 ZW01、 いやーかっこいいですよね。もうパッケージからして、僕はゾイド初期世代なんですけど、ゾイドとゾイドゼロ見てて面白かったんですけど、シールドライガーから始まって最初の主人公がでブレードライガーに進化したりで、ゼロではライガーゼロっていう風になっていったりしたんですけど、やっぱライオン種かっこいいですよね。ゾイド、僕の中ではゾイドはライガーから始まる感じですね。いやーかっこいい、かっこいいですね。タカラトミーさんですね、ベイブレードとか出してる。日本おもちゃ大賞にも選ばれてます。2018ボーイズトイ部門優秀賞。この日本おもちゃ大賞がついてるおもちゃはほとんど当たりだと思った方がいいですね。人にもよると思うんですけど、かなりいいおもちゃばっかり出てるんで、この賞を取ったおもちゃは。書いてありますね。ゾイドとは数万年前に地球に飛来した一つのゾイドコアによって生まれた金属の体を持つメカ生命体、その姿は動物や恐竜など多種多様である。生態系の頂点に立つ存在で人々から恐れられている。長い間地中深く眠っていたが、一部の人間に発掘復元され、再び地上に現れた。いやーいいですね。ゾイドのこと書いてありました。でテレビアニメゾイドワイルドのことも書いてあります。でコロコロコミックで読めるぞ。コロコロコミックの前ライバルみたいな感じ、ボンボンっていうコミックとかもあったんですけど、いやゾイドはコロコロコミックに行きましたね。ゾイドワイルドライガーライオン種スペック、ワイルドライガー機体説明、白いたてがみを持つ唯一無二の伝説のゾイド、非常に高い戦闘能力を持つ、鋭い爪や牙で敵を攻撃する。ワイルドブラストすると3本のたてがみクローを解放し敵を切り裂く。本能解放ワイルドブラストですね。キングオブクロー、発掘地域不明ですね。これになってますね、いろいろと。ライダー、もうライダー今回はコックピットがなくてライダーがここに乗る、もう出てる状態ですね。ちょっとこれ賛否両論あるみたいなんですけど、まあ僕もコックピットあった方がいいかなって思います。で牙あったり膀胱砲、爪、ブルーフリル、たてがみ黒、これがたてがみ黒ですね。で放熱フィン、尻尾、全長 8.4 メートルもあります。全高 4.5 メートル、体重は48トン、サイダースピード205キロ、IQ ってあるんですね、95。すごいですね。これは結構いい方なんじゃないですか。120がもうめちゃくちゃ頭いいって言われてるんで、もう95なんで結構ねいいですよね。でスピードもこうパラメーターがありますね。ベイブレードみたくスピード7、アタック9、IQ7、スタミナ7、ディフェンス7、ワイルドブラスト9。すごいですね、分かりやすいですよね。で裏面がこういう風になってました。作る、動き、出す、ワイルドブラスト、本能解放、リアルムービングキット。すごい。ニッパー不要、すぐに組み立て。いやーこれ昔のゾイドほんと大変でした、作るの。なんか今のはこう見たり聞いたりすると、調べたりするとなんか作りやすいって聞いてたんで、昔はほんと2時間3時間とかかかりましたね。大変でした。ちょっと作りたいですね、どんな感じなのか。で動き出す、これライダーが登場してますね。発掘開始、いいですね。この発掘っていうのも骨を組み立ててボーン復元、アーマーを組み復元完了。いやーすごいな、もう凝ってますよね。でワイルドブラストとは、ゾイドとライダーの気持ちがシンクロし、お互いの闘争本能が最大級に高まった時に発動する。ゾイドに秘められた特殊能力、ゾイドの身体能力が大幅に向上し、隠された武器が出現するなど、より攻撃的な形態となる。ワイルドライガーがワイルドブラストすると、背中に隠された武器たてがみクローが解放され、敵ゾイドを切り裂く、貫く。必殺技のキングオブクローは3本の爪痕とともに敵ゾイドを一撃へ破壊する。かっこいいな、このたてがみクローすごいですね。リアルな歩行アクション、たてがみクローと口を動かしながら前進。で公式アプリゾイドワイルドでもっと遊べるみたいですね。この撮って自分が作ったゾイドを撮影して決めだけの超かっこいいシーンを作る。うわー、これもすごいですよね。昔はこう自分で見て、カメラとかで撮ったりとかすると思うんですけど、これはすごいアプリでこうやってもうこういう地形とかも表現できるんで、いやー、早速開けていきたいと思います。中身を全部出しますとこんな感じで入ってました。説明書ですね。ゾイドワイド復元の書、ワイドライがライオン種、こんな感じで。またこういうのもいいですね。凝ってますよね。いかにもなんか発掘されたって感じで、いや素晴らしいな、ほんと。こういう細部までこだわってて、分かりやすいですね。こうやって初めに開けよう、 S パックで発掘パック A で発掘パック B って感じでこうになってます。こちら説明書見ていきたいと思います。ゾイドワイド復元の書、ワイドライガーライオン種。いやー、いいですよね。この復元の書っていう言い方もかっこいい。一通り説明書いてあるみたいですね。生態図鑑、ワイドライブを発掘して復元せよ。もう復元っていう感じですよね。これ全部凝ってますよね。ストーリーで発掘復元の流れっていうで、こう組み立てていく感じですね。人と全体的に見てしっかりと組み立てていく感じですね。ベイブレードとはまた違ってこう組み立てていくような感じなので、いろいろ書いてありますね。ワイルドライガーの発掘地域や生息地域に関する情報はいまだ謎に包まれたままである。こういうのもいいですね。世界観にのめり込めますよね。でこちら付録、いろんなゾイドが発売されてますね。裏面はアプリのやり方とか、こうカスタマイズもできますね。でアニメのこととかコロコロコミックのこと情報など書いてありますね。じゃあ早速この世にも何もない状態なんですけど復元していきたいと思います。こんな感じで今作ってます。少しずつ完成してきました。今骨格形態復元完了したんですけど、ここまで来るのにちょっとかなり苦労してしまいまして、全体的に出来上がってないんですけど、この復元骨格形態復元完了した時に動作確認するんですけど、こうしてで口がこうカチカチなんなくて、もうバラしてまず最初からやったりとかいろいろ試行錯誤してやったんですけど、なんなくて、そしたらここのキャップをつける部分があるんですけど、ここをもう説明書でも全部押しちゃうんですけど、これ全部キャップつけてしっかり押すんですけど、これ全部つけちゃうとこう硬くなっちゃって、口の部分がここのやつで押せなくなっちゃって口が開かなかったんですよ。いやこれだけでもう30分以上かかりました。もう何もなければ15分とかでここまでいけると思うんですけど、スムーズに動かなくて、いやー、でここからパーツ組んでいきたいと思います。なんとか復元完了しました。いやかっこいいですね。すごい。でここからステッカー貼っていきたいと思います。ステッカー貼り終わりました。あんま変わらないですね。ここの1箇所と、あとはこことここで全部で3箇所でした。ステッカーなくてもかっこいいかなと思います。で余ったステッカーは自分の好きなところに貼ったり、自分だけのゾイドを作ろうって感じでした。でこのゾイドキャップ2つ余ったんですけど、これ余っていいのかなってこれいろいろ調べたんですけど分かんなくて、もし分かる方いらっしゃったら教えてもらえると助かります。2つ余りました。で作ってみて、いやまあかっこいい。で正直結構大変でした。でもスムーズには作れましたね。こういろいろとこれ動かなかったりするとこもあったんで、ちょっとどういうことかなと思って戸惑ったりはしたんですけど、そういうのも楽しいですよね。やっぱり自分でこう考えながら、なんで動かないんだろうってこう見たり、だいたい30分から1時間、1時間あればできるかなって感じです。何も問題なければ30分以内ではできると思います。いやー楽しかったですね。作ってるのも久しぶりに作ったなって感じします。かっこいいですね。やっぱりライガー、いやーかっこいいですよね。この正面から見ても、この右左右どちらから見てもかっこいい、本当に。いやーすごいな。で電池がこの後ろ側のここにありまして、でここネジ止めされてて、でネジ外して電池外して、単4の1本だけで使う感じですね。でスイッチがここにありまして、この尻尾がスイッチになる、尻尾でここの部分がスイッチになってます。ここですね。ここの部分ですね。でこれを下ろしたり、でこれをこっち左にやると動いて、でこれを右にやると止まる感じですね。でこの顎持ちながら上に上げると、上に上げて、でこのたてがみ黒をロックできるようになります。で順番も最初に中央のやつからやって、中央をやって中央を先に戻しまして、であと左右を戻すとこっち側になりますね。でスイッチを押しますとこうどんどん動いて、これが下がる感じですね。あと遊んでいきたいと思います。でこのさっき言ったキャップの部分、口がこうカチカチしないって言ったんですけど、なんか全部フレームつけ終わった後にしっかりここキャップをしてみたら口が開くようになりました。なぜかそれちょっと分かんなかったんですけど、まあ良かったです。じゃあ遊んでいきたいと思います。いかがだったでしょうか。ゾイドワイルド、ワイルドライガー、いやーかっこいいですよね。やっぱりいろんな角度から見ても動かしてみても、いやー素晴らしい。で作るのも結構分かりやすくてスムーズにできると思います。小学生の低学年だとちょっと大変かなと思うんですけど、またそれも思い出に残るかなと思います。すごい作っててもワクワクしましたし、いやーできた時どんな風になるのか、やっぱできた後がまたすごいですよね。で今回こちらのワイルドライガー1名様にプレゼントしますので、よかったら応募してください。キーワードはやっぱりライガーでいきます。ライガー、今回もありがとうございました。またよろしくお願いします。